こんにちは。そしてこんばんは。子育て応援藪下千穂美のちらじ。ほんとこの秋の季節って最高ですね。もう太陽を見てても空を見てても本当に気持ちいいすがすがしい風とさ、皆さんどんな秋をね過ごしてますか？もううちはですね、もっぱら今公園が気持ちいい季節ではなかろうかと思いますが、ちっちゃいお子さんがいるところはね、毎度毎度公園連れて行ってるんじゃないかなーって。うちもね、一人目のこの時は毎週公園に行ってた覚えがあります。どこ行く？公園。今度はこっち、あっち、なんてして、で、幼稚園に入ったらお友達ができるから、じゃあ公園で待ち合わせして遊ぼうとか、お昼持って公園行こうとか、なんか懐かしいなーって思います。で、うちはもう4歳と8歳になったので、ねえ、早いですね。今までは全部なんか大きめの遊具になると、持ち上げてあげたり、してあげに、ね、行かなきゃいけないのを、なんか後ろからそっと見つめて、座って見てられるっていう、なんかすごい成長をゆっくり眺めてられる、今やっとそんな公演時間がね取れて幸せだなって本当思いました。まだまだちっちゃいお子さんをお持ちで公園に行ったらもうこっちがヘトヘトで、もうジャングルジム狭いとこ行かなきゃいけないとかね狭い滑り台一緒に上がって一緒に滑んなきゃとかね、いや本当懐かしいなーって思いますが、もう本当私を何度先輩ママにこの時が一番楽しいよ、この時が一番幸せだよ、もう今じゃこのギューしようと思ってもいないんだよってね、いや先輩ママ、会う人会う人この頃は可愛いよねってね言われたりして、あその時はねって言ってもさ、ほんと自分の時間欲しいとかはあ、なんかそんなね、私もそんな時ありました。でもみんなそうやってそれを乗り越えているし、でもやっぱりなくなったらなくなったで、やっぱり人間ないものねだりねあの時は可愛かったなんて思うらしいので、私たちは先輩ママの助言を心にちょろっと止めながら、あこの時ってこの汗だくになって遊ぶのってこの時にしかないんだなって、何回も続くと思うんですけど思いながら楽しんでみてください。もはや私も4歳と8歳でなんかあーって思う時が来たので、1歳2歳3歳大変だけど可愛い時、もちろんたくさんの人の助けを借りながら子育て楽しみましょう。楽しめないよっていう時はたくさん今ではねママのサポートのね子ども食堂さんもあるし、今本当どのママでもねご飯お弁当をね安く作って栄養が高いねカラフルさんのお弁当もジョイさんのこの栄養を考えられたこの子ども食のお弁当毎週金曜日出してくれていたり、本当に今なんだろうな、ママのサポートの質が本当に上がってるなって思ってますし、調べれば必ずその町の何かがあると思うので、どん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 人の手を借りて、ママもハッピーに一緒にね、地域とともに子育てしていきましょう。それを許すのも実はママ次第です。私もね、それを許せなかった時があったから、私だけがこの子を産んだんだから、この子を育てなきゃいけないんだからって力が入ってた時もありました。でも本当に力の入りすぎて本当に疲れちゃって旦那さんに当たっちゃったりしていたけど、自分にもうちょっと無理って一人じゃ無理だわって言った時に、本当に心のファってスペースができて、頼るっていうことを自分に許せるっていうことができてくると思うので、それはね、どんなママも多かれ少なかれね、自分の子は自分で育てなきゃっていうのがあると思うんですよ。だからそこも、私も今子育て中なので、日々自分を許しながら子育てというか親育てしてもらってるなーって思います。なのでぜひ私たちママパパはこの地球にね、生まれる前から親っていうものになって、私という人間を育てようって決めてきている存在なので、もう思いっきりぶつかってね、いいじゃないかって最近本当に思うんです。ぶつかればそこで成長があるし、ぶつかって自分を責めるんじゃなくて、これは何のためにあったんだろうって自分に問いかけて、自分の成長のために息子娘たちがこう見せてくれるわけですよね。ママ次これを乗り越えてもっと解放してねじゃないけどね、してくれてると思うのね。そう捉えて、私もその子育てにつまずくと必ず自分をすごい責めるっていう癖がね、本当にあったんですよ。ダメだ親だなって、本当に親なのにっていうのがあったんですけど、それは違うなって、それは天も子もこのね、私を選んで生まれてきてくれたこの子たちもそんなこと一切望んでいないなっていうことを本当に、8年間ママ業をさせてもらって体感してます。もう何かあったら、次はママこの課題でこれをクリアできるから今僕パスするねみたいな子供がね、こう見せてきてくれてるので、それを責めるんじゃなくて、オッケーありがとうって、ママを親育てしてくれてありがとう、ママはこれをこう感じてこう乗り越えようと思うっていう風に、ポジティブというか、そのせっかく投げてくれた親育ての種を私たちはいかに咲かせるか、咲かせて自分自身をより解放してね、自分を生きさせてもらうかっていうことにつなげていけたら、もう本当に自分自身もハッピーということは、子もハッピーということは、旦那さんもハッピーだなって思うので、ぜひって思うんですよね。思うんです。でもってし終わってもう落ち込むのはいいなって思ったら、責めるのではなく、そうだ、あの時言ってた、ママの人生を、自分自身の人生を解放して本当の私に帰って生きるために、子どもたちはその都度その都度問題という形で見せたり、自分がもやっとママにもやっとするような形で見せたりさしてくるので、あ、これかと思って共に成長、子供に成長させてもらいましょう。では今日も一日いってらっしゃい。そしておやすみなさい。